それではお待たせいたしました、つくばドリームカップ2017関所チャレンジマッチ TDC 選抜対筑波大学中級部審判並びに選手の入場です。盛大な拍手でお迎えください。さあ、このつくばドリームカップ2017のエキシビションマッチでは大会、本大会参加チームより選出された14名で結成した TDC 選抜が筑波大学中級部と対戦します。所属も年齢も違う即席の選抜チームが大学生相手にどこまで戦えるんでしょうか。もう筑波大学中級部は天皇杯で4回戦まで進出で、次はね大宮と戦うことが決まりました。その筑波大学中級部、関東大学リーグでも今首位ですからね、去年の大学チャンピオンでもあります。この筑波大学中級部相手にどういったサッカーを見せるでしょうか。非常に楽しみな試合が間もなく行われるとしています。筑波大学中級部のキックオフで試合が始まります。試合が始まりました。15分ハーフの前半戦がキックオフされました。まずは筑波大学中級部ボール。さあ、ここで、筑波大学中級部のキャプテン北川修斗選手に来ていただきました。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。左サイド、今ちょっとパスが合いませんでした。もう一度今度は左サイドに振ります。さあ、縦パス、落ちが抜ける、落ちが抜ける、クリアのスボール、シュート、ゴール決めました。決めたのは6番近藤太志選手の得点でした。まずは筑波大学中級の先生です。得点シーンいかがでした。いや、落ち選手がいい形で抜けて、でそれでクロスも良くて、まあ、この選手がしっかり詰めてたのは良かったなと思います。はい、もうああいう形はいつも練習でやってます。そうですね、落ち選手 の、 あの裏の抜け出しが武器なので、はい、それが出たシーンだったのかなと思います。なるほどね、はい、やっぱり裏に抜ける、やっぱりあの縦パスからこうね、はい、裏を抜けてでチャンスを作るというところですね。そうですね、はい、はい、さあまた筑波ボール、縦パス、いいですね、近藤選手運動量ありますね。ここはいいディフェンスでしたね、はい、ね、よくあの6番の、ね、こう近藤選手をこう抑えましたよね、はいはい、だから中学生もよくついていってるなっていうのはありますね。さあ、ここはコーナーキックです。さあ、これはね、やっぱりちょっと ね、 そうですね、年齢がありますね、はい、そのでも高いですね、今日僕らのメンバーもちょっと身長高いんで、はい、なるほどね、はい、さあ、ここは防ぐことできるでしょうか。外の球、サンジュ、おーっと、決めたのは31番西澤健太選手です。いや、今のは素晴らしかったですね。いや、けどあんなの見たことないです。見たことないですか。見たことないです、あんなの。普段でもあんなのゴール決まらないですか。健太出してくれ、普段からそれねえ、はい、あのコーナーキックねえ、ハーフウェイの、はい、ほんと真ん中のあたりのところにこう出してね、そこからのミドルシュートですよ。村山選手のキックの質も非常に高くて、うん、いいボールでした、はい、ね、31番の、ね、はい、本当に西澤選手に合わせるような球でしたよね、はい、それをあの、ね、ダイレクトボレーで右隅に決めるわけですからね。上手かったですね。上手かったですね、はい、それを日頃からという、そうですね、もう、ね、試合出してほしいなと思います、ね、やっぱキャプテン的にはそうですよね、はい、さあ、これチャンス、あっとシュートフリーでしたがね、46番落ち選手、はい、今のはいかがでした。ちょっと滑ったんですかね。ね、ちょっとね、はい、雨が降って、はい、ね、スリッピーなピッチコンディションですからね、はい、さあ、もう一度11番の奥野くん、奥野くん、ドリブルでいく前、これはいいところにね、出ましたよ。さあ、抜いてシュート、おー、ゴール決めました、 TGC 連発。最後は9番ですか、よし、9番の吉野凛くんですね、はい、9番ですね、ねえ、いや、今どうでした。いや、いいシュートでしたね。ねえ、あの左サイドの中でね、はい、受けて、はい、自分で持ってってシュートまで行きましたね。
足の振りが早かったですね。なるほど、ね、やっぱあの振りがあってディフェンダーに、ね、当たったコースが、はい、やっぱ振ってあのシュートがあったからこそディフェンダーもねもう止めるしかなくて、でそれがいいコースに飛んだということですね。だいぶ今度はゴールに近いところに選手が集まってる感じですね。まあコーナーキックいろいろねパターンもあるんでしょうけど、サイリング、うん、これはキーパーが弾きました。やっぱねこの体格差があったというところですが、ゴールキーパーよく弾きました。はい、前半振り返っていかがでしたか。いやまあ2点決めて、はい、まあ1点も取られないのかなと思ったんですけど、本当中学生のレベルっていうかそのゴール前でのその質っていうのが高くて、そうですよね、ああシュートも非常にうまかったんで、後半も期待したいなと思います。あの吉野くんのゴールは素晴らしかったですね、はい、見事なゴールでした、はい。続いて後半はですね筑波大学蹴球部の加藤選手に、こちら実況席に来ていただきました。よろしくお願いします。さあ後半が始まりました。後半15分がキックオフです。今度は TDC 選抜ボールということですね。これね TDC 選抜本当にいろんなチームのね、ね応援席から来てるんで、はい、あれですけどねやっぱり盛り上がってますよね。やっぱ自分たちのチームからこう選手が出てますから当然応援したいと思うんですけど、あの加藤選手はやっぱりその中学生高校生の頃からこういった上のカテゴリーとかやったことってありますか。いやそんなにないですね。あそんなにないですか。高校3年生ぐらいになってやっと大学生のチームから、はい、なるほどね、どうなったんで中学生の頃からこういう貴重な体験はしたことはないですね。あやっぱり中学生ぐらいでこう、ね、大学生とやるってことはなかなかない、はい、なかなかないことだと思います。やっぱでもそういったのっていい経験だと思います。いやもうすごいいい経験になるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、さあ、あしかし TDC 選抜がカットしました。持っていく、これはチャンスになるかもしれないですね。おー、ナイス。おー、いいボス。さらにこれ外、これ4対4くらいになってますよ。さあ、6番シュート。おー、ナイス。いやいいシュートでしたね、今ね。いいシュートカバーでしたね。カバーも良かったですね。カバーがなかったのね、本当にね、入ってましたね。いやいいプレーでした。サイドよくフリーにしましたね。6番の信子くんでしたね、今ね。いい飛び出しでした。なるほどね、はい、きっちりと戻ってやっぱ体勢をね整えて試合する、はい、今のもね今の子ちょっと強いですね。あ強い、はい、やっぱり体格いい子が後ろにいるんで、はい、フィジカルでは負けないと思いますね。なるほどね、はい、あさっきねあの北川選手も言ってましたけどやっぱ体いいっていう話を体つきがいいですね。あここは突破してゴール決めました。15番ですかね、松村選手ですね。はい、松村選手のゴールが決まって、筑波大学蹴球部2点のリードに変わりました。今のいかがでした。いやうまくゴール前でワンツーして相手が食いついてきたところスペースができたところを使ってうまい筑波らしいサッカーだったと思います。あ、やっぱスペースをこううまくつくという、はい、そうですね、ところですか、ね、あのワンツーでねうまく裏のところのスペースをこうつくという、ね、作って自分たちで使うっていうのが今できてましたね。なるほどね、はい、そういうのもぜひねあの皆さんもねこうそうですね見てていただきたいです ね、そう作って出すというところですね。さあこれもね今10番おーさあチャンスだ。1対1どうだ、もう一度もう一回おどうだ、シュート惜しい惜しい。いや10番の山田京太くん粘りましたけど ね粘ってね、惜しかったですね。1対1の場面、はい、なんとかねゴールキーパー振り切ってシュートというような形でしたけどね。惜しかったですね。惜しかったですね。あこれチャンスじゃないですか。さあ5番の鈴木大成くん、これチャンスですね。3対2選手も入ってきた。あうまく守られちゃいましたね。おお行く行く行くドリブルでさあここでおスイッチが入った。さあキャプテンとあれあれ北川選手が行くシュートわーキーパーキーパーセーブしました。いや山川選手ディフェンスから素晴らしいランニングしましたね。ランニングしましたね、はい、あのキーパーのねでもねナイスキーパーでした。ナイスキーパーでしたね、はい、クリア君中もう一度戻して、うん、
あ、うまくカバーしました。さあこれはチャンス、2対1、2対1チャンスですよ。後ろから行く、おシュート、ゴーキーパー、素晴らしい。いや今のは素晴らしかったですね。さすがですね。ねえ、はい、なんかゴールキーパー上がれと言ってますよ。しかもテント取りに行ってますね。テント取りに行ってますからね。おお、ゴールキーパー、さあ行きました。見せてほしいんですけど ね、 ねえ、やっぱねゴールキーパーがねこう上がってね、そうですね、ゴールをぜひ取ってほしいですね。パワープレーです。さあ合わせられるか、クロスボール、おお来ました。あーと、しかしここはチャンスか。あーまだつくわないボール、取ったらカウンター、取ったからカウンター、おー取った取った、チャンスだ。ゴールキーパーいないぞ、キーパーめっちゃ戻ってますね。キーパー戻っている。ゴール大きいぞ、チャンス、 TDC 選抜、いいところにボスが倒った。細かいパスをつないでフリー打て、シュート、もう一度、いいシュートですね。左サイド決めたいですね、ここね、ぜひ最後ね決めてもらいたい。今うまく今一人かわして、おシュート、ゴール決めました。真ん中の子、吉野陸君、今日2点目、どうですか、2点目でしょ。素晴らしいですね。結果残しましたね。結果残しましたね、はい、ということで3対2、いかがでした今日このゲーム。いやー、 TDC の子も思った以上に技術が高くて、はい、ゴール前の姿勢だったり、うん、守備のゴール側から守るってことがすごいできてたと思うので、はい、素晴らしかったと思いますですね。はい、はい、で筑波大中級部の方はどうでした。いや、もっとやれたじゃないかなと思います。もっとやれたじゃないかな。でもね、これからまた試合がいっぱいですからね、頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。加藤、はい、選手、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。試合は3対2、筑波大学中級部の勝利で終わりました。なんか体の強さとかスピード感とか、やっぱ前半の最初は慣れないものがあったんですけど、少しずつ慣れていって間合いとか調節してうまく大学生相手にもいけるように工夫したし、でゴールが見えたらゴール打つことにこう意識してプレーしました。で 2点取れてよかったです。まあチームではやっぱ少しなんか動きが悪かったりして勝ちきれない試合も続いてるんですけど、でも少しずつチームも前向きになって勝ちに行ける姿勢が出てきたんで、これから明日最後ラスト1日勝てたらいいと思います。東京のリーグなんですけども、今は順位がそんな高くないんで、もっともっと上行ってトップリーグに昇格できるようにみんなで日々練習して頑張っていきたいです。世界で活躍できるプロサッカー選手になりたいです。本当に今の中学生は、まあ、シュートが上手いなっていうのが、まあ、2点取られましたけどシュートが上手くて、で、まあ、そのシュートまで持っていく形とか本当にバリエーションが多くて、でパターンが豊富でシンプルにやられたなっていうのが感想です。まあ、筑波大学中級部は今162人いるんですけど、その1軍選手だけじゃなくてその162人全員が同じ目標に向かってやってるのが今の僕らの強さと、あとはその試合で本当試合出てない人も本当その1試合1試合に向けて準備、そのいい準備ができてるからこそ本当勝ってるのかなっていうのがありますね。 J リーグでは本当今難しい状況だと思いますけど、まあ、そのやっぱ難しい状況で天皇杯の方もやっぱ力を入れてると思うんですけど、やっぱ J リーグに対してやっぱ精神的だったり体力的にもやっぱ持ってかれてると思うんで、そのやっぱ好きっていうのをついて勝ちたいなって思います。まず目標3冠で、まあ、天皇杯はまあ 別と考えて、まあ、リーグ戦総理大臣杯インカレと今年の目標は3冠なん で、あと今年のスローガンでもある上昇を掲げてるので、全ての試合に勝って、どんな試合にも勝って必ず3冠取りたいなと思います。